イスカンダリーヤは完全シーアハチクである。名称の由来はアレクサンドロス3世から来ている。南イラクの重要な地点であり、バグダード、カルバラ、バビロンと商業的な面で輸入などを行っている。産業は自動車産業や電気熱液施設や設備電気プラント、機械産業などが行われている。古代のイスカンダリーヤは アレクサンドロス3世が亡くなったバビロンとセレウキアの間に位置していた。アレクサンドロス3世の死後、ローマ帝国が侵略した。現在のところ、街の大部分はスラム街であり、建物はレンガや泥、板金から構築されている。ムサイーブにはイラク最大の発電所がある。イスカンダリーや周辺に拠点を置いている軍事連合には、 旧政権の軍需品の大半が収容されている。また、軍需品の工場のすべての労働者から自分の名前を受け取ったと呼ばれるイスカンダリーヤの建物も存在する。80年代後半には、当時、イスカンダリーヤはアルクアー確立状態と呼ばれる状態となり、核開発のため軍需工場で埋め尽くされた。そして、サダム・フセインの核開発の重要な要素を持った。 ところということが国連兵器査察団と国際原子力機関によって分かった。1989年、ジャーナリストファーザド・バゾフォートはイスカンダリーヤの軍事工場で7000人を殺害しようとした計画について調査していたところ逮捕されイラクの当局によって処刑された。子供にキャンディをあげるアメリカ軍の兵士、イラク戦争時に使われ、 イスカンダリーヤに廃棄された戦車。イスカンダリーヤは、イラク戦争時、軍事基地を所有していた。そのため、イラクへの2003年の侵攻時は、アメリカ軍のターゲットとされ、その後、サダムフセインが率いるイラク軍と、アメリカ軍の反乱が何度が続き、後に、イスカンダリーヤに、米国軍事施設フォーワードオペレーティングベース、イスカンダリーヤが2003年に設立された。 2003年6月19日にはアメリカの医療旅団の軍用救急車がイラク側によってロケットランチャーで爆撃され旅団の兵士が死亡した事件が起こりさらに2004年1月27日2月4日のアメリカ軍の爆撃で多数の死者を出したさらに2007年5月11日の爆撃ではアメリカの旅団18憲兵旅団の兵士が死亡した 2007年2月10日には、イスカンダリーヤの警察署の前で、車爆弾によるイスラーム過激派によるテロ事件が発生し、少なくとも45人の死者を出し、150人の負傷者を出した。2016年3月25日には、イスカンダリーヤのサッカースタジアムでアイスセルによるテロ事件が発生し、少なくとも31人の死者を出し、70人以上の負傷者を出した。 上記のように、イラク戦争時には爆撃やテロでたくさんの死者を出したが、イラク戦争終結後もイスラーム過激派などのテロ事件などが依然として続いている。ありがとうございます。